それでは続きやっていこうと思います。まあちょっとねネタバレなところがあったんですけれど、今回から筋彫りをやっていこうかなと思います。で、筋彫りですね、まあ一番大事というか、まあもともとこう筋彫りが入っているところをこうね大きく取りますよというのはいつものところなんですけれど、まあ今回ちょっと変わったところもね説明していこうかなと思います。で、こうパッと見てもらうと分かると思うんですけれど、ここはね溶接のビートみたいになってるんですけど、ここはあれです、合わせ目消しをするところですね。まだその工程はやってません。で、こここういったね、ここって別パーツだったじゃないですか。そこを接着すると、これアップにした方が見えるかな。モールドがね、半分消えかかってんだよね、接着剤のせいで。ほら、こう見てもらえると分かると思うんですけど、こんな感じね。だからこれをね、綺麗にしていくよという感じです。ちょっと離しますね。で、この状態でいつものね、歯医者さんのやつでやってしまうとダメなので、まずカッターの刃の先を折りますと。よいしょ、いいと。折って、ここね、ちょっと難しいんですわ、正直。映ってる？映ってるね。そーっとね、こう、この筋に合わせて、こう、まっすぐカッターの刃を入れて、道を作ってあげる。これはね、真剣にやりましょう。こんな感じで、力はあんまり入れてない、あんまりね、もう切りますみたいな感じで力入れちゃうと滑った時にね楽しいことになっちゃうんでね。映ってる？映ってるね。こんな感じで、ちょっとこう白くなったでしょ。見えるかな、白くなってるの分かるかな。ちょっとこう白、あ、これ分かるね、白くなってますね。でですね、そうしたら今度ね、前回研いだ歯医者さんセットでやりますよと。歯医者さんセットってね、勝手に鍋さんが自分で名前つけてるだけなんで、こんな感じで走らせてやる。ただちょっとここね、今飛ばしてるんで、話の内容を。本来ですとここを先にやらないといけない。要は T 字路、ここは T 字路になりますよね、の先にこのね長い方を取ってから、それからこっちを本当はやる。まあ、ちょっと今ね先にここだけ説明しようかなと思って。で、これ今全然力入れてない。カッターの刃ので入れた溝に沿って走らせてるだけ。力全然入れてないよ。入れると外れた時に傷がついちゃうから、まあ力を入れずにやっていれば傷がついたとしてもすごく浅い傷なんで、ペーパーでこすれば取れますよレベルの。まだね、ここから1枚歪み取るために削るじゃないですか。だからその程度で取れるんですけど、力入れてやっちゃうと取れないぐらいの傷がついちゃうんで、もうひたすら力を入れない。で、これをね、ゆっくりゆっくり。まあやっぱりこうね、鍋さんみたいに気が短い人だと結構焦っちゃってさ、どん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 こうやりたくなっちゃうところなんだけど、もうここね、力を入れずに我慢してゆっくりやりましょう。慣れてくるとこう喋りながらでもね、できるようになるんだけど、本当ね、僕も慣れるまでは、まあ動画っていうのがね、あったからやっぱりこう喋りながらできるようになったんだけど、本来だともうね、もう息も止めながらやっていくみたいな感じ。でもどうなのかね、こうやって喋りながらやってるからこそ、こうね、力を入れずにのんびりのんびりできるのかもしれない。やっぱりこれがね、集中しすぎて今度力が入っちゃったとかね、そういったことになり、なる可能性もね十分あるんで、ね、そうするとこれどうでしょう、結構まっすぐな感じになってない。これね、うまくやらないと本当にこうなっちゃうね。こうギザギザギザーとして、なんかこうガサガサしちゃう。本当にね、こうマジでね、いろんなところに気使うんですよ。こう力を、本当に力入れない。力全然入れてないからね、これ。本当に入れてないんで、これ。やっぱね、でもやっぱり切れるスパチュラじゃないとちょっと厳しいかなって。だから前回のね、動画の時にもちょっとね、お見せしたスパチュラを研ぐっていうのも、
ね、ちょっとこうスキルを得た方がいいかなっていう気もしないこともない。常に研げるようなね状態でやっておくととてもいいと思います。これがね切れない、もう先が丸くなっちゃったやつでやろうとすると、やっぱりこう削るというよりも、もう走らせてるだけで削ってるわけじゃないみたいな感じになるから、そうすると余計に滑りやすくなったり、逆に力を入れすぎちゃったり、削ろう削ろうってしちゃって、削れるものであればもう本当に端こうね置いて持ってくるだけ、置いて引くだけで切れるから、ほらどうでしょうね、うまくできた。で道がそこそこねできたら、もうもっとこうねしっかりとこうどんどんまず道を作って、もう懲りずに何回も何回もカメラ映ってるね、 こんなもんこの辺がいい、この辺がいいかな、こうやってやっていくとね、どん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 白くなってちゃんと道ができてくるでしょ。ほら、でそうしたら、でちょっとまだここでね、キータンの爪を出すのはちょっと厳しいかもしんないな、ちょっと厳しいかな、溝はしっかりできてないけど、意外とあの三角の方ってそんなに使わないんだよね最近。この2本あれば大体こと足りちゃうかなって。これも全然力入れてないよ、全然本当に全然力入れてない、もう置いて引いてくだけ、置いて引く、置いて引く、もう本当に力入れてないから、力入れると事故を招く。やっぱりねボンドが少し流れ込んでるからね、ガサガサしてスムーズに動きにくいんだ。だからそういう時こそやっぱりちょっとこうね事故を招きやすいんで、そこでこうやってさ、今見てると分かるけど、ここで引っかかってんだよね、ちょっとその引っかかったやつをこう引っ張ろうとした時に変な方向に進んだりするから、そうだから余計にこっちをね本当は先にやっておきたいんだよね。こう引っかかってんだよ、ここ、これを無理してなんか綺麗にしようとするとね、また事故るから、ここだけこう優しく優しく何回もこう撫でて、優しくね、よしよしと、切れるスパチュラであれば綺麗にいくからね。ほら、できてできてきた、できてきた、しっかりとした道が、もうちょっとカメラ、まあいいか、このままでよく見えるよね、この方が。うんね、メリハリのついたディテールになってくるね、こうやって。よくガンプラでディテールアップされてる方ね、こうやって筋彫り入れて、うわー、多分分かってもらえるんじゃないかな。ね、新たにこうディテールアップでこうね、筋を増やしたりとかさ、要は情報量を増やしてね、あの機械っぽくするっていうようなね、ガンプラだと。これも結構こうね、幅の広いモールドになった。これ反対側と見比べるとよく分かると思うんだけど。もう結構薄いんだよね、これね、こんな感じで。だけどこっち今見ると結構こうね、しっかりとしたメリハリがついてる。まあちょっと色がね、白がちゃんと出てきちゃったから余計にそうやって見えるっていうところもあるんだけどね。よーし、まああとはね、できるだけこう T 字路は特にそのね、まず長い方を優先にしてやってから、だから本当だったらね、今何回でもいっちゃうけど、ここをやってから本当はこっちをやるっていう風にした方がいい。じゃないとこれをさ、今やるときにどうしてもちょうどいい例だよね。
このままこう走らせた時にさ、ここでカクンって落ちるんだ一回。こうやってこう走らせます、ここでカクンって止まる、ね、止まってからこう走らせるから、こうやってやっていくうちにここでさ変な方向にここで引っかかったがためにこうさ弾けて変な方向に走ってちゃったりするんだ。だから T 字路を優先にやっていくよという感じです。でここのモールドもね、もうしっかり立っとるとは言ってもやっぱりあの深くはない、結構浅くてモールドが出来上がってるっていう風になっちゃったりするから、まずこのね歯医者さんみたいなやつでこうやって、でその後キータンの爪でこれやるってですね、こんな感じでやっていくとうまくいきますよと感じです。でやっぱりねこうただまっすぐなところをね、一直線のところをやるっていうのはあの誰でもできるっていうか、あのそう気使うところではないかなと思うんだけど、まあ、やっぱり気をつけないといけないのはこういう R の部分だよね。ここってやっぱりさやりづらいよと。だからここもこっちは特にパーツをはめてない方、こっちはパーツをはめた方じゃん。パーツをはめた方っていうのはやっぱりしっかりさモールドがね出来上がっちゃってるけど、こっちの元々のあの金型成形になってる方っていうのはもう片方ずつやってあげる、こう一気にこうグリ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 やらずにこうやってやってね、もう最悪の場合もうやりづらかったらここだけこういう風にやって道だけ作ってあげる。慌てずゆっくり時間をかけて、急いでもねしょうがないんで、急いでもこいつ逃げたりしないんで、やっぱり最近ねあの教室やってるじゃないですか。そうするとあの皆さんが苦手なところっていうのがだんだん見えてくるんですよね。まあね僕としても動画でそういうところをねちょっとお伝えできたらね、ああ皆さんこういうところで結構あのねつまずいたりとか苦手なんだなっていうのが分かると、まあ僕があんまりね特にそこが失敗しない点だったりしたらね、こんな感じでやってますよっていうのがうまくね動画で伝えれたらなと思うんですけど、だからねここだけやる、まずこの R の半分だけ、もう180度いっちゃうんじゃなくて、もうこのね90度とは言わないけどさ、この辺でこうで、こっちこうひっくり返して、で、ここからまた続きからこうやるよと。何度も言ってるんですけど、これ全然力入れてない。のんびりやってます。あ、一応、まあちょっと念のために言っとこうかなと思うんですけど、もしね、あの今教室来られている方、あのできるだけ僕忘れないように砥石持っていくようにしますんで、スパチュラちょっと研いでみてくださいっていう方がね、いらしたら、ちょっとねやらせてもらいますんで、持ってきてください。ちょっとしたことでね、前回動画見ていただけたんで分かると思うんですけれど、 あんな感じで研いで、だからまあね捨てると思って持ってきてもらえばいいと思います。ね、鍋さんもやってみて、あこれちょっとダメだなとかさ、あ失敗しちゃったっていうのもあると思うんで、でもまあ今ねこれ見てもらって分かるように、これ自分で解いたね前回やつでやってるんで、一応こう使えるほどにはなってますよって。ただやっぱり症状によってはこれちょっと厳しいんじゃないのっていうのもあったりするんで、まあ捨てるぐらいだったらちょっと鍋さんに一回やってもらってみようっていうぐらいのレベルで持ってきてもらえば、うまくね、あ治った治ったよかったっていうレベルで済むと思うんで、ついでにちょっと研がせてもらいます、希望の方は。ねこうやってさ R の半分ちょいぐらいでこうやめておいて、慎重にね、慌てない慌てない、慌てたくなるけれど慌てない、でまたこっちひっくり返して、ひっくり返してね、ちょっと持つ位置変えて、またここからこう合わせていく、こんな感じで。やっぱ研いだらめっちゃ切れるな、いいな、やってよかった、すげえ切れる、もうね手に伝わってくる感覚が違うんだ。やっぱりいいね。これまだこれでやっただけだよ。
て、今度はこれだね、幅を広げてメリハリを。なんで幅まで広げるのっていうと、あのいつも言ってることではあるんですけれど、あのね、塗装した時にね、塗膜がこのね溝を埋めてしまわないように幅を広げてあげるよと。そうするとね、完成した時にね、メリハリがちゃんとね、しっかり塗料で埋まっちゃったっていうことがねなくなるんで、ほら、こうちょっと見てもらうと分かると思うけど、ここね、こっちとこっち違うでしょね、幅が広がって、でこれでね、1枚ペーパーを落として、で塗装して、で墨入れした時にね、ちゃんとここに墨が流れてメリハリがついてと。で特に今回デカールベタベタ貼ったりするんで、デカールもどうしてもこの中に入っちゃうじゃないですか。でその時にね、やっぱりあのそのデカールがまたこの溝を埋めてしまうという、ね、悲劇を抑えるためにもね、起こさないように溝をちゃんと立てておきやすと。時間どう？よう喋っちゃったけど、まだ大丈夫だね。ね、一回も滑ってないでしょ。やっぱ切れるやつの方が滑らないんだよね、やっぱり。丸くてツルツルしちゃって、ね、丸くてツルツルしちゃってるから滑るよみたいな。ね、ほら、しっかりしてきたでしょ、形が。で、調子に乗ってると滑るんでね、気をつけないとね。どうだ、過ぎてるみたいな感じで、ああみたいなさ、なっちゃうとね、皆さんに笑われてしまうので、ふふって。いいね、珍しく滑ってない。やっぱりとやっぱいいんだな。さっきも言っちゃったけど、やっぱ切れるやつは滑らないな。いいな、研ぐのうまいな。あとね、こうね、自画自賛しながらね、モチベーションを上げてやらないとね、もう何、やっぱり何事もうまくいかないんでね。さすが俺ぐらいの気持ちでやっていくと、あのやっぱりいいものできると思いますよ。ほら、ここやりづらいな。ふい、やりづらい。いや、やりづらい。形が悪いし場所も悪い。やりづらい。あんまり深追いはしないようにしながらやろう。なんかこうやりづらいところこそ、なんかすっげえ一生懸命やりすぎちゃって、なんか他のところよりも何気に深く入れてたみたいな風になりそうで怖いや。形が悪い。形、形状が悪いね。やりづらい。ああ、いいねいいねいいね。すいませんね、こうカメラから外れそうで怖いわ。そろそろカメラ変えたいな。カメラって高いよね。よし、こんな感じで。この中ってやっぱりこう結構ねガサガサしてゴミが詰まってたりするから、鍋さんはこの歯ブラシのね、極細固めっていうやつで、そのガサガサした中をこうね、かき出して
バリをこう硬いから、極細だけど硬いから取れるよと。最後にこういう風にねやってあげるとね、結構綺麗になる。でこうやっぱりね見るとね、あの細かいカスがいっぱい出てきてさ、これをねちゃんとやるとやらないのとではね、後の墨入れの時にね違いが分かる。だからこうね歯磨く時みたいにさ、こう隅々までこうこの溝のね歯と歯の間をみたいなさ、そんな感覚でこうしっかりゴシゴシやってあげると、このモールドの中が綺麗になってですね、あの最後墨入れした時にスッとこう綺麗に入っていくよと。やっぱりねこの中がガサガサしちゃってると それだけこうガサガサした上にこうコーティングされたようなね塗料がされたような感じになっちゃうから、そうするとやっぱりこうガサガサボコボコしちゃってるから、あの墨入れの墨がこうスーッと流れなくてね、あの墨が入ってるとこ入ってないとこみたいな感じなのが見えてきちゃうんだよね。どうでしょうね、ほら綺麗にメリハリつきましたね。だからこっちもね、そのこっちは別パーツのやつだけど、これももう一回ね今みたいな同じことをやってあげて、パーツにメリハリを、あの別パーツだけれども結構こう隙間がない状態に今なっちゃってるから、しっかり見せてあげましょう。これ多分このままやったら多分埋まるんじゃない、あの1枚ペーパーでこうバーッとめくって塗装してねやったりなんかしてたら、そう1枚パーッとめくってサフ取っちゃうじゃないですか。だけどその後もう一回サフ拭いて、塗装してとかやってったら多分この溝なくなるんだろうか、もう 半合わせ目消しみたいな状態になっちゃうからね。よしということです。まあねこういったことはね、全体的に今からやっていかないといけないんですけれど、まあちょっとこれは隠れてやりますか。まあ大事なところっていうか、まあ、気使った方がいいと思いますよ、こういうとこはっていうところは今これでアップできたと思うので許してください。よし、 OK。手に粉がすごい。よし、ということです。皆さんもこれでちょっとね、鍋さんがこんな風にやってたんだなと思ってね、皆さんの参考になればいいかなと思います。ということで今日はこの辺にさせてもらいます。ではまた。